どうもアクアライダーです。前回の動画で、バイクに乗り始めたきっかけについてお話ししました。今回はマグナ50に出会ったきっかけということで、もともとマグナ50っていうものは僕は乗りたいとは思ったことがありませんでした。はい、てかそもそも存在すらも2チャンネルのマグナキットぐらいしか存じ上げておりませんでした。そんな中で、実際にですね、僕が、バイクに乗ろうと思い始めまして、で15歳になるちょっと前から免許取得について調べ始めました。で免許にもね、一発試験とか合宿とか普通に車校に通って取るとかね、いろいろあったんですけれども、僕はね一発試験で取りたかったです。はい。でもまあ多くの経験者が語るっていう感じで、まあ経験された方は時間がかかるから、早くバイクに乗りたいんだったら、おとなしく車校なり合宿行った方がいいよというふうにアドバイスをいただきました。まあ、僕自身も元ブログを始めるためにバイクの免許を取るので、早く始めた方がいいなと思いまして、お金よりも時間を取ることにしました。でいざ16歳になる2週間ぐらい前から合宿免許に電話かけまくりました。でもどこに行ってもコロナの影響で県外からは受け付けていないんですよ、申し訳ないですねというふうに言われましてですね、いやそれは困るなと、合宿無理ならじゃあ車校通うしかないかと思いまして、車校はね最終手段だったんですよ。本当は合宿で取りたかったけど電話してもダメだった、しょうがない車校通うかと思いまして、16歳になる2日ぐらい前に近所の車校に行きました。そしたら、今この時期はね普通車の人でいっぱいで二輪まで手が回らないんですよって言われまして、はぁ、マジで怒ったかんな、許さないかんな、橋本アリナ誰だよそれ桜ま、はい、まあそんな感じでですね、まあ車高にすらも通わせてもらえないということが分かりまして、もうしょうがないよそれは、だからね16歳になった当日に原付の免許をとりあえず取りに行こうかなと、シンプソン、まあ、原付の免許を取りに行こうかなと思い、ここ左しか曲がれないの、だりーまっすぐ行きたかった、まあ原付の免許をじゃあとりあえず取りに行くかと。そして原付の免許を取って原付のミッションバイクで練習をして、一発試験に行こうかなというふうに思いました。はい。で原付免許を取りましたよと。で最初はね、あのレンタルバイク、原付をレンタルしようかなと思ってたんですね。そういう長期間2ヶ月ぐらい、スクーターとかならあったんだけど、でも1ヶ月で3万円とかするんですね、高すぎやろうと思いまして、まあバイク屋さんを回ったわけです。レッドバロン行ったり近所のところ行ったりで、まあレッドバロン行った時に、このアプリリアの RS50 というものを出会いました。はい、でかすぎです。でかっこいいなとも思いました。ですが壊れやすいというネットの意見に惑わされてしまいまして、それは買うことはやめました。でやっぱレンタルしようと思いまして、で近所のバイク屋さんに行きました。そしたらレンタルバイクやってるけれど長期間はレンタルしてないと。で、まあ、長期間レンタルするならこの1日分の料金を90日分とかだから普通に20万超えちゃうんですね。なんで裏返ったんだろう今、ね、20万超えるのはさすがに無理だと思いまして、じゃあバイク買いますということで、 50cc のミッションバイクありますかということで聞いてみたら、ちょうどマグナ50がこの2台置いてあったんですね。でこっちは、ね、安い方なんですけど、で高い方は走行距離が少ない方だったんですが、まあ別に走行距離ぐらいはねどっちでもいいやと思いまして安い方を買いました。はい、っていうのが出会った経緯で、まあだから消去法って言ったらあれだけど、たまたまマグナ50があったから買ったっていう感じですね。もしマグナ50じゃなくてエイプが置いてあったらエイプ買ってましたし、 NS1 があったら NS1 買ってた可能性があります。でも結果としてこのマグナ50を納車して元ブログ撮ったことによってチャンネル登録者もねこんなに伸びていただいて、でマグナつながりでねいろんな友達もできまして本当にありがとうございます。いやマジ感謝しかないです。そうだね、そんな感じですね。まあ、実際マグナ50もね、ライダーを世界へ羽ばたかせるこのバイク、いやーすごいな本当マグナ50、マジで感謝しかねえ。でもねそんな中でね今は乗り換えを考えてしまっているというこのね罪深い男なんですけれども、ハーレイ・ディビッツン、ハーレイは乗りたいとは思わないな。ハーレイか、大型取っても僕は 12R に乗りますんで、っていうのがマグナに出会った経緯ですね。本当にねマグナ50があの店舗に置いてなかったらこれは絶対買ってないです。でマグナ50が欲しくてマグナ50買ったわけじゃないんで、本当に 50cc のミッションありますかっていう感じであって、この子があったんで
買った。ほんとそんな感じなんですよね。もしマグナなかったら普通にレッドバロンのアプリリア RS50 買ってたんじゃないかな。もうそんぐらいのレベルですね。いやーマグナさすがだわ。でまあまだもうちょっとチャンネル登録者1000人行くまではマグナ乗りますんで、だいぶ前の動画で今後の方針とか言って YouTube の収益でバイク買いますって言ってたんですけど、ちょっとねいろいろありまして、あ、昨日言ってたことが違うなんてことはねザラにあるわけですけど、まあちょっとどうなるかわからんですけど、欲しいバイクはね見つかっているんで、ちょっとねマグナとの時間も数え始めちゃってるんじゃないかなと思います。はーい。でもね、まあ、僕の人生を変えてくれた一台に変わりはありませんので、感謝は絶えずしながら、ちょっと今後どうなるか、このアクアモトブログというものをですね見守っていただけたらなと思います。はい、どうもご視聴ありがとうございました。以上がマグナ50に出会った経緯でございました。はい、次回の動画は何を撮るかまだわかりません。バイバイ。